もちろんサイレントヒル作ってきたと思うんですけど、今回の作品はストーリーだったりゲームプレイ、アートスタイルにおいてどのように異なりますか？どういうゲームプレイを狙っていますか？はい、自分としてはなんていうかね、変わってないと思ってるんですよね。というのもやっぱりサイレントヒルを作った時ってやっぱりあの時に世の中にこういうのあったら面白いと思うんだけどないんだよなみたいな、そういうものを見つけたと自分で思ったのがモダンホラーっていうジャンルだったりしたんですよ。で、ただもう今はそこから何十年も経ってそういうモダンホラー的ないいゲームっていうのはもうたくさんある状態の中でまた同じことをやるっていうんではなくて、やっぱり今自分としてはすごく面白いんだけど今は世の中にないそういったものにチャレンジしたいっていう、そういう思いが強くあって、まあ、今作スリッターヘッドっていうのを作っています。で、まあ、特にですね、やっぱり従来のこうコアなホラーファン以外にもっていう部分で言うと、やっぱり若いプレイヤーの人にもそういった面白さっていうのを感じてもらいたいとか、だからそういう入りやすいテーマみたいなことをちょっと意識したりはしていますね。まあ、反撃できるかっていうことだと思うんですけど、どちらのシチュエーションも多分あるというかやりたいなと思っています。あとはこちらから自分から攻めていくみたいな、そういうところもきっとやるんじゃないかなと思っています。こう詰められて逃げることもある。そうですね、はい。もちろん、今開発は日本語と英語をベースでやってます。でも、英語を同時にやってるんで、どこの言語までやるかはまだ分からないにしても可能な限りやっていきたいと思ってます。まず僕はここはもう皆さん知ってるあれだけど、はい、作ってる間はまた怖くねえゲームを作ってしまったって言いながら作ってるんで、毎回そうなんだよね。そういう意識なかったんですよ、そう、怖い、怖くしよう、どうやったら怖がられるか云々以上に、なんていうかそのホラー的なシチュエーションとかの憧れはあるけど、その中でもうどう没入できるかとかはあれだけど、おーってグッとくるけど怖くねえなみたいな、なんかびっくりさせるとかそういうのも仕込あんまり仕込んでる自覚はあんまりない。だから今回も同じスタイルではあるかなって、多分結果的にそれが遊んでもらえるユーザーさんにとってはすごい驚きがあるっていうふうに言われることが多いですね。あれですか、じゃあ皆さんの中でこういい感じにしてったらもうただそういう受け方になったっていう感じ。いや、というかまず世界観をしっかり作って、その中でキャラクターで、キャラクターとプレイヤーの気持ちのシンクロとか、そこはもうしっかりしようって。でもそういうところで言う、なんていうか、やっぱり未知の世界に踏み込んだ時に恐怖感とかを自然に覚えるとか、そういうことを重視してて、なんかこうびっくり驚かそうとかそういうことではなかったので、もう僕らのスタンスって、それで言うと今回も変わんないのかなとは思ってますね、そこにフォーカスするというよりは、やっぱり単なるゲームとしてのもう使いやすい駒としてのエネミーみたいなものはあまり面白くないと思っていて、やっぱり人間とは違うけど、なんていうか知性があってこうソーシャルがあってみたいな、そういった存在とこう人との戦いみたいな、そういったことの構図があった方が面白いと思うので、そういった意味ではすごく重要なテーマになっているのかなと思ったりしております。クリーチャーデザインの主なインスピレーションは何ですか？
クリーチャーデザインは割と何て言うかな、未だに僕も思い入れが深い部分の一つで、まあやっぱりその単純な敵を作りたくないというか、もう敵のための敵とかそういうんじゃなくて、やっぱりこう人間とは異なるけど、やっぱりそのクリーチャーの正義があって、文化があって、知性があってっていうか、そういうものとのこうせめぎ合いみたいなところが重要で、そういう意味で言うとね、あのモチーフで言うと、やっぱり人間に身近に見かけるけど、もう愛なんていうか理解できない生物みたいな、やっぱ昆虫とか、あと水の中にいる生物とか水中生物とか、そういったものの、まあ、不思議なこうなんていうかな、集合意識みたいな、そういうところに興味が湧いたりはしますね。そうですね、そこはなんていうか、まあ、ただ基本的な方針としては、なんていうか、そういったテーマ性を盛り込んでゲームを作ろうとか、まあ、そういうふうには位置にはつかないようにはしていますね。まあ、ただ自然とね、自分がゲームの中で描かれるような、まあ、そういった中でのこうプレッシャーを受けたりとか、そういうシチュエーションの中に、まあ、作り手が今思っているとか、そういうことが反映されるとかいうことは自然とはあるかもしれないとか、まあ、でもそのあたりがいいバランスとかですかね、そういうふうに思ってます。まあ、テレビは、まあ、あの時代的にちょっと難しいんじゃないかなっていうのがありますね。で、今回のタイトルはもうちょっと今まで手掛けてたより刺激が強かったりするんで、まあ、でも何かしら、なんでしょうね、こう私たちらしいプロモーションは打っていきたいなとは思ってますよ、はい。サイレントヒルサイレンを何週もプレイさせていただきました。ありがとうございます。はい、過去のホラー作品の恐怖演出にはゾクゾクしたものですが、中にはジョークエンドなどの笑ってしまう舞台設定が隠されていて非常に好みでした。次の作品も、そのようなおまけ要素は少しでも入る予定でしょうか。心より楽しみにしております。そうですね、まあ、そういったのを今までもたくさん作ってきて、サイレントヒルの時とか UFO エンドとかは、あの、まあ、昔だからこう手が空いちゃうスタッフが多かったりして、なのでちょっと今暇なんだったらこういうのやってみないみたいな、そういうことをそんなノリで追加したんですかね。そうそう、最初はそんなだったりしたですけど、まずもうサイレント化以降は別にそうやってなんか鼻からふざけようっていうんじゃないんですけど、なんていうか結構真面目に僕らが取り組んだ結果、なんかやっぱり笑えてしまうみたいなところになってしまったとか、まあ、そういったところも僕らの持ち味なのかなと思っていて、まあ、そういったところを散りばめるというかね、そういうのは基本的には好きなので、好きやらばやっていきたいとは思っているところでありますね。可能性はあるということで、はい、なんかやりたいですね。なんかね、余計なことはやりたい欲はすごくある、まあ、でもそこはでも僕も従来作った作品すべてにつながるんですけど、最初からなんかこうもう大きな世界を作るぜみたいなところから入ったことはないんですよね。まずはあの主人公っていうかプレイヤーの分身である主人公があって、まあそれがなんていうかこう、まあ冒険というか、あの立ち向かうべきシチュエーションがあってっていうところから入って、でもただ作ってる間に、まあそのバックボーンというかね、なんで彼はこんなことに立ち向かわなければいけないのみたいなところで言うと、そういうことを考え始めると、結果的にはやっぱりあのその単体のゲームの中で描ききれていないバックストーリーみたいなところが結果的には大きくなってるっていうのはいつものことであったりするので、
まあ、今作も全く同じですね。あの作ってる間に大きい世界ができてしまうと思っております。おお、いいですね、うん、もうぜひぜひあのどんどん。でもねあのちゃんとこう募集みたいなことはあのまだしてないんですよ。でも大きくでもタイミングというか別にすっごいいい人いつでも欲しい、いやは欲しいけど、うん、今じゃねえんだよなとか、やっぱり小さい会社何ラインも走ってる会社じゃないから、まあね、うん、っていうのは、まあでもなんかそれでもこうなんか一緒にやってやることになるってくれたスタッフさんとかもいるから、まあなんか連絡していただくっていうのはまずはスタートかもしれないですね。こっちのタイミング次第、もうでもここだったらこう安定してお給料がとか、まあ多分そういう人じゃないとは思うのでやっぱりまあそういう感じのあのこの会待遇からうちのスタジオで言うとうちのスタジオっぽいゲーム作るところで、まあ、俺もそれちょっと関わったら面白い、うん、楽しそうだなとか、まあ、まずはそこからかな、うん、と思ってます、はい、どのゲームエンジンを使用していますか？はい、そうですね、アンリアルエンジンを使用しています。で、今までは、まあ、前の会社ではその自社エンジンを基本的に使ってきたんですけど、まあ自分たちの好きなように作っていける反面やっぱ初動がどうしても遅くなるんですよね。なんですけどそのアンリアルエンジンはよくできてて、あの大体揃ってるんでこれでとりあえず作ればって言ったらスパッとできちゃうんですよ。試作なんかもそういう感じで作ってるんですけど、まあとは言っても自分たちがもうちょっとこうしたいなとかもうちょっとこういうことできたらいいのにっていうとやっぱそこは自分たちで作んなきゃいけなくて、使い方をうまくやればとてもよく、できるということでアンリアルエンジンを採用させていただいているところです。まあ、こだわりはありますし、まあ、ある意味そこは何も変わっていないです。で今作でいうともう今まだまだどんな世界かどんなキャラクターが一体どういうモチベーションで行動してどう至るのかっていうのも日々アップデートしていっている状況で、まあ、これは本当に何て言うかな、僕らのプロセスとしてはもうサイレントヒルとかサイレンを作った時と何も変わっていないので、まあ、自然と同じような厚みのある世界になってくれるはずかなと思ってますね。トレイラーの曲の裏話というか、あの実は、山岡さんから6バージョンいただいて、僕ら的にもまあ普通に見た人的にしっくりしそうなっていうかこうまあホラー的って言ったんだけどそういう曲もあったんですけどっていう、このあたりはまあ普通にしっくりしますけどっていう話ですよねって、でも僕はちょっと違う感情を揺さぶりたいんですみたいな提案が山岡さんからあって、でも僕らもちょっと面白いなとそれを思っちゃったところがあって、でそこはねうまくいったと思ってはいるんですよ。やっぱりそのなんかびっくりするって感じで、あのなんどういうゲームなんだこれはって思わせる力がある方向性っていうかね、そういうことをなんか予定調和ではないっていう、そこをなんか組んで、僕らもそういう予定調和ではないゲームを作りたいって、予定調和ではない音楽を載せようっていうところで、本編がそうかというとそういうわけではなくて、もちろんその全て予定調和ではないことをするわけではいかないというか、やっぱりその緩急が必要だと思ってます。でもあので言うとやっぱりきちんと抑えるところは抑えて、でなんかこうびっくりさせるとかびっくりさせて、あの音楽的にももちろんそういったところになっていくので、
まあ、そこはあまり心配しないでくださいっていう感じですね。そうですね、もう個人的にもそういうの好きで、そういったもので世界観を掘り下げていきたいなとは思ってますが、まずは本編っていうところがあるので、まあ、その中でどうやってそういうところにもこう手をかけられる余力を作っていけるかっていうところのせめぎ合いを今やってる段階です。頑張ります。はい、業界は終わりのないフランチャイズ化や、マルチプレイゲームの運営で終焉を迎える運命だと思います。それかオリジナリティにまだ可能性は残っていますか？そうですね、まあ、両方必要だと思ってます、うん、やっぱりそのフランチャイズっていう多分大きいタイトル、こう歴史のあるシリーズがつながってるっていうタイトルって意味だと思うんですけど、それはそれでやっぱり面白いですし、それを待ってるお客さんもたくさんいる。で、まあ、それとは多分相反するというかところに、多分私たちみたいなスタジオさんが何個かあると思うんですけど、それはそれでやっぱり必要だと思ってて、うん、だからどっちが終わりとかっていうことは考えてないですね。はい、あ、まだまだあると思いますよ。ゲームって昔はというか、そうですね、大手のデベロッパーが作るだけの世界だったんですけど、あれこと、そうですね、ここ最近ツールも発展してきて、インディーズが流行りだして、ワンアイディアでドカンといくみたいなところで結構息を吹き返したというか、まあ、そういうところあると思うんですよ。なんで、いや、まだまだ、ね、そういう形で時代が変わると何かあるっていうのもあると思うんで、いや、全然、はい、あると思います。はい、いや、その通りで、やっぱちょっとそのゲーム全体がのなんかね、方向性を売れるそのイメージってやっぱちょっと前かなっていうか、まあ、コンソールが全てみたいな時代が確かに僕らが若い頃はそういうところあったんですよ。なんていうか、でも今はもう全然違って、やっぱ PC でのなんていうか、すごく個人が作っているタイトルでヒットするのもたくさんありますし、もうそういう多様性でいうと本当にもう数年前だと考えられないぐらい広がっているところで、そのいわゆるこのなくなってしまうんじゃないかっていう危惧はもうちょっとナンセンスではあります。で、まあ、その中で僕らってちょっとね、不思議な立ち位置というか、完全なインディーデベロッパー的でもないというかね、これまでのあれでもいわゆる大手のコンソール的なパッケージスタイルのとかそういうのでもない、なんかちょっと今までになかった立ち位置を得ているところでいうと、本当に、ね、何をするかまだ先人がいないところに立っているなと、これは、ね、面白いなと思って、なんていうか、いや、もう本当日々いろんなところと交渉しててもなんか目から鱗ばっかりですよ、本当に。そうか、僕らこんなことができるポテンシャルがあったんだみたいな、そんな発見がある日々ですので、本当に楽しんでおりますので、そのあたりが伝わるといいなと思ってます。はい、現在制作されている薬師についてですが、どれぐらいのターゲットを見込んだ難易度設定にする予定でしょうか？日常的にアクションホラーをプレイしているユーザーに向けるのか、普段はアクションホラーをプレイしないようなユーザーに合わせた難易度設定にするのか、お聞きしたいです。なんていうかな、もう相反する要素のような言い方になるけど、そこの両立できるギリギリのバランスのようっていうのを言うと、本当に間口を今までホラーゲームとか、まあ、僕らのなんていうか作ってきたタイトルをやったことない人も触って楽しめる作品でありながら、すごい緊張感とかそのギリギリの葛藤する体験とか、そういったことを楽しめるっていう、本当にその両方が共存できるところを狙わなきゃいけないなっていう、そこはなんかその考え方自体ははっきりしてるかなとは思ってるんですよね。そう、うん、そうなんだけど、まあ、相反するって今言ってた通り、
とても難しいことなんで、まあある意味チャレンジかなと思ってます。で、まあそうですね。はい、難しい局面もきっとあるとは思うんですけど、そこはなんとかなるというか、はい、楽しんで、そのプレイヤーに与えられるチャレンジを乗り越えられていくっていうのを、まあ誰もができるっていうのはまあ理想なんですけど、うん、頑張ります。いや、だから 変なゲームだけど、はい、とつきやすいとか、なんかこう、うん、怖いんだけど先が気になるとか、なんかもう、うん、そういう本来共存しなそうな要素がなんか共存できるようなっていう変な、まあ、変な、まあ、でもテーマを持ってる。サイデンみたいに難しくてクリアできないはないし、それはない。そう、うん、それはない。そう、一つ言いたいのは理不尽なんかね、あれは当時、そこはね、正直あの当時はちょっとこうネットを通じてちょっとなんか一見理不尽に見えるんだけどみたいなことが、いやそんなことはないみたいな、そういうコミュニケーションを促進してなんていうか、そういう効果を狙ったところをサイレンで盛り込んだけど、今の時代はちょっとそういうことではないとは思ってるんで、理不尽をあえてやろうとかは特に考えてないですね、うん、考えてないです、はい、普通に楽しんでいただきたいと思ってます、はいはい、そうですね、なんていうか直接的になんかそういったなんていうかね、まあそういったものを描くというより、そういったところからインスパイアされた現代劇みたいな、まあ、そういうのって僕が好きなこう諸星大二郎先生とか、まあ、そういったコミックとかに影響されたような描き方かと思うけど、まあ、そういう意味では、まあ、今作もやっぱりそういったところを取り入れている、まあ、ただこれまでみたいな、なんかサイレンの時みたいな日本のフォークロアとは違って、やっぱ僕らも未知の部分が多いので、もう日々勉強しながらこれ面白いなとか、そういった感じで進めていってます。今作は、まあ、いわゆるオープンワールド的な構造ではないですね。そういったものではないけど、まあ、単純な一直線のゲームというかね、あのお話ストーリーをたどるゲームというわけでもなくて、まあ、ちょっとそこはトリッキーな仕組みを織り込んだ中で、こう多面的な方向からストーリーをこうの実をあぶり出すみたいな、そういったゲームの構造にしたいなとは思っております。プレイヤーに、キャラクターに名前はありますかでいう と、トレーナーの中で出ていたなんか黒いヘルメットかぶっていた黒衣の、ね、黒ずくめのキャラクターはアレックスという名前だったりしますが、まあ、他にもたくさんいろんなキャラクターが登場してきますね。でシチュエーションですね。シチュエーションは、まあ、これはまあもともとの発端の90年代、なんか90年ぐらいの香港とかのなんかわい雑な雰囲気を残している、まあ、そういったところへのシンパシー、そういうところから始まっていることはもう間違いないんですけど、まあ、リアルにその時代のその場所のっていうものではなく、やっぱりそういうエッセンスを取り入れながらのフィクションとしての世界をどう構築するかというところに今向き合っているところですね。